花子さん、花子さん、出てきてください。そして私の願いを聞いてください。どうかどうか聞いてください。私を苦しめるものをこの世から消してほしいんです。きれいさっぱり消してほしいんです。その人の名前は、その人の名前は鈴木桜子です。あ、いくらだった？何が？花。あ、1万円半分だったよ。いいよ。よくないよ。いいって。まさみ、タイトル山中新聞同窓会記念号でいいんだよね？僕らの学校にはなかったですよ。え？新聞部。時代が違うのかな。京子。ん？はい。だって。ほら。私がやろうって言い出したんだからさ。ダメ。ね。新聞部って仲良かったんですね、みんな。そうね。羨ましいな。もう卒業して随分経つんでしょ？うちのまさみともしょっちゅう会ってたりしてたんですか？ううん、同窓会やるって言うから久しぶりにね。あ、でもいいな。いいの？プロのイラストレーターにこんな仕事させちゃって。いいのいいの。どうせ会社で暇にしてんだから。恋人？え？
あ、これ育ちがいいって感じします？さあ、自由奔放だけど育ちがいいってとこ狙ってみたんですけどね。いや、でもやっぱり育ちがいいってのはなかなかね。あ、小島です。新聞部のマサミたち来てるんですよね。ええ、教室かな。あ、君は阿部君？はい。やっぱりマサミから聞いてます。若いとは言ってたけど。年齢不詳だね。それじゃ。小島さん、京子さん来てますよ。あ、本当？ええ、それでさっきトイレの花子さんやったんです。鈴木桜子を消してくれって。みんなでいじめてたんでしょ、桜子さんのこと。よかったじゃないですか、これで。でもとっくに桜子死んでるんだよね。よう、久しぶり。あー、高一元気？うん。あ、結婚式は？うん、これから。でもめんどくさいんだよな。その格好で行くんだ。そう。変わんないね。そうか。うん。まさみさ。うん？花子さんやったんだって。京子に会った？いや、阿部君から聞いた、お前の彼氏の。うん、しょうがなかったのよ。京子、桜子をいじめてたことまだ引きずってるみたいだったから。そっか。とにかくひどかったよな、あのいじめは。うん。みんな悪い、新聞部みんな。もちろん桜子にも問題はあったけどさ。でも花子さんはねえだろ。あの時花子さんやろうって言い出したの高一じゃない。何言ってんだよ。俺バカバカしいからやめろっつっただろ。よく言うよ。あんたが最初に言い出して、それで結局新聞部全員でやろうってことになったんじゃない。花子さん呼んで桜子消して、そしたら復讐されずに済むって。ちょっと待ってよ、いいか。俺はもう最終的にやめろっつった、だからやらなかった。そうだろ。何言ってんの。やめたのは桜子が事故で死んだからでしょ。死ななきゃ間違いなくやってたの。いい加減なこと言わないでよ。私ちゃんと覚えてんだから。分かった。もうやめろこの話はな。俺たちみんな子供だったんだから仕方ねえよ、うん、桜子か、忘れたな。どんな顔してたんだっけ。桜子。あ、
美さん気をつけて。花子さん消されちゃうよ顔見ると。ああ、なんかものすごい顔なんだって。だからそれを見た人はみんな凍りついて体の芯の方からスーッと消えちゃうんだって。でもそれってどんな顔なんだろうね。5年ぶりだっけか。5年ぐらいだよな。うん、そうだね。壊しちゃった。でもさ、大変だよな昔のこと吹っ切んのって。本当だね。もうこの学校も終わるんだし、そろそろいいのかなこの辺で。よし、じゃあ終わりにすっか全部な。うん、ずいぶん時間かかっちゃったけどな。そうだね。あ、ねえ小一、結婚式じゃなかったの？え、あ、そうだ、そうそう、あの、そうそうなんだよ。これなんだけどさ、これあの、書いてくんないかな俺の名前。今日こ字綺麗だったじゃん。俺ほらめちゃくちゃ下手だから、お願いします。頼むって。はい、どうぞ。いい感じ、いい感じ。何？ざまみろ、山中なんかぶっ潰れちまえ、バーカ。なんかすっきりした。じゃあね、あの次の作業は絶対来るから。分かった、じゃあね。はいはい。進んでる？高一に会ったよ。私さ、やっぱり今日ここに来てよかったと思う。阿部君にもう一度花子さんやればいいって言われた時、やっぱりちょっとね抵抗あったんだけど、でもやってよかった。ほんとこれで気が済んだ、何もかも。付き合ってくれてありがとう。それってかなり自分勝手じゃない？え？私はいろんなこと思い出しちゃった。最低。そっか、ごめん。忘れないでね、全員共犯者だってこと。桜子は事故で死んだんじゃない、あれは自殺。私知ってる。そう、だから終わんないよこの復讐。終わんない。一人だけ助かろうなんて思わないで。分かった、もういい。花子さん、京子さんのためにやったんです。いけなかったですか？誰なのあなた？それは自分で考えてください。
じゃあ僕はこれで帰ります。待って、携帯の番号教えてよ。短い途中抜け出してくっからさ、これ夜飲もうぜ。死ねないで、私のこと
いじめないで。こちら。